大きい水槽に紫外線ライトと、まあ、保温器具ですね、それをつけて、はい、まあ、紫外線ライトの場合はね8時間ぐらい。トカゲのおっさんキュンです。キュンですってよ。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、動画のタイトルの通りなんですけど、お子さんがニホントカゲやカナヘビさんを取ってきて、どうやって飼育したらいいかわからないお母さん、お父さんのための動画でございます。実はね、おっさんの店舗に今日そういうお客さんが来て、まあいろいろ説明して飼育用品を買って帰られたんですけど、今から夏休みということで、そういうお客さんとか、まあ、全国的にねそういうことで悩んでる人が多いと思うので、おっさんが考える方法をねご紹介していこうかなと思います。今ねカナヘビさんとかニホントカゲさんがねこういう虫かごに入っていると思うんですけど、おそらくですねその子は弱っております。トカゲさんってね元気のいい子は大人でも捕まえるのが大変なので、それをお子さんが捕まえてるってことはおそらく弱ってるんじゃないかなっておっさんは思いますね。で、弱ってるかどうかのチェックは餌ですね。餌を与えてみて食べるかどうか、それでもし食べてくれればなんとか飼育できるトカゲさんなんじゃないかなと思います。で、もしそこでご飯を食べないなら逃がしてあげてください。もう子供に黙ってね外に逃がしていいと思います。で、一応逃がす場所は取ったとこですね、取ったところと同じところにそっと逃がしてあげればいいと思います。で、トカゲさんってよく脱走するので、まあ、子供には脱走したよっていう説明をねすればいいと思います。その作戦を使えばねもうこの動画を最後まで見る必要はないんですけど、まあ、それでも飼育したいっていう人のために説明すると、で、まずトカゲさんたちって中高生なので紫外線ライトっていうのが必要なんですよね。で、なぜそれが必要かっていうと、トカゲさんって紫外線を浴びて体内でビタミン D3 を作ってカルシウムの吸収を助けてるんですよね。なのでカルシウムをちゃんと吸収させるために紫外線をね絶対必要です。特にね赤ちゃんとか子供のトカゲさんはしっかり紫外線を浴びてカルシウムを吸収してないとクル病っていうね骨が曲がったりする病気になるので必ず浴びさせてください。で、浴びさせる方法としては日光を浴びるか紫外線ライトを当てるかどっちかなんですよね。もしねお金のある方は大きい水槽に紫外線ライトと、まあ、保温器具ですね、それをつけて家の中で飼育してあげればねいいんじゃないかなと思います。まあそれが無理な場合、まあ、外に出してね飼育っていうのももちろんできるんですけど、直射日光を当たると温度がねすごい上がりすぎちゃうんですよね。トカゲさんが好きな温度は25から30度ぐらいなので熱中症になって死んだりするんですよね。なのでそれを避けるために、まあ、日陰を作ってあげる、まあ、それがいいとは思うんですけど、その日陰を作ったとしても真夏になって30度以上上がらないかって言ったらわからないので、まあ、もし外で飼育する場合はかなり広いプラ箱みたいなそういうのを用意して、まあ、日陰と日光が当たる場所を作ってあげるっていう感じがいいんじゃないかなと思います。でもちょっと怖いですね。それでも熱中症になりそうな感じがするので、で、もう一個おすすめだなって思ったのが、まあ、家の中で日光に当てるっていうことですよね。午前中だけ光が入ってくる場所、まあ、東側の窓際とかですかね、そこに置いて日光を浴びさせる。で、その時温度が上がりすぎないようにちゃんと扇風機とか何らかのね対策をして30度以上にならないようにしてあげるっていう、まあ、そういう風にやるのも一個の方法なんじゃないかなって思います。で、一応ですね日光の当たる時間が、まあ、3時間ぐらい、まあ、3時間ぐらいがいいんではないかっていう風に言われてますね。はい、まあ、紫外線ライトの場合はね8時間ぐらいずっとね当ててるんですけど、まあ、日光の場合は強いみたいで、まあ、3時間ぐらいでいいんじゃないかっていうことですね。はい、で、飼育容器なんですけど、まあ、このぐらいの容器でもね
まあなんとか大丈夫なんじゃないかなと思います。流木とかなんか立体活動ができるようなねレイアウトをしてあげて、あとシェルターですね、こういうウェットシェルターっていうのが爬虫類ショップとかに行くと売ってるので、これを買って入れてあげるっていう感じですかね。で、あと餌なんですけど、おっさんのおすすめはミルワームですね。ミルワームっていうこういうワームが、これもどこで売っとうかな、まあ、爬虫類ショップには多分売ってると思うんですけど、これを与えるっていう感じですね。本当はね、これにカルシウムパウダーを振りかけて、まあ、与えるっていうのもいいんですけどね。もしお金のない人は卵の殻を細かく砕いてそれをまぶしてあげるっていうのでも大丈夫です。はい、なので最低必要なのが虫かごと、まあ、シェルターと餌ですかね。いくらぐらいかな、3000円ぐらいあれば最低の飼育環境はね揃うんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでざっとお金をかけずに飼育する方法で、ね、ご紹介しましたけど、おそらくね夏休みが終わった頃には子供はもう飽きちゃってると思うのでそれまではね付き合ってあげればいいんじゃないかなと思います。子供もね生き物を飼育することで命の大切さとか飼育をちゃんとするかとかね、その子の性格がわかると思いますので、親もねいろいろ勉強になるんじゃないかなと思います。はい、あとね何かわからないことがあれば気軽にねコメント欄の方に書いていただければ、おっさんがね返信しますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、そんな感じでね今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。